大比、秘教会学校は、太陽国万国とにある、日本人学校。大比、教会学校万国校とも称される。小学部、中学部の2課ほどからなる。大比、教会ならびに大比、教会学校理事会により、運営管理されており、2009年開校の、大比、教会学校、白茶校ともに一体経営されている。1926年創立の、 万国日本人上小学校を前身とし、世界の中で最も長い歴史を持つ日本人学校であり、2014年4月21日の時点で、小学部、中学部合わせて3000名以上の児童、生徒が在籍し、教職員百数十名以上を要し、世界有数の規模を誇る日本人学校でもある。1926年創立の 万国日本人上小学校を前進とし、日本人の日本語による教育を望む熱意により、1956年1月22日に、万国都内の日本大使館内に、在体日本国大使館付属日本語講習会という、名称で幼稚園児も含め28名、教職員4名、岡崎熊尾領事が、初代校長に就任し開校。この1月22日が、 創立記念日として定められた。その後、1962年3月8日、名称を在体日本国大使館、付属日本人小学校とし、1963年には、中学部の併設に伴い在体日本国大使館、付属日本人学校に、そして1972年2月25日に、万国日本人学校に改称した。1972年、 期体の経済発展に伴い、日系企業の進出で、児童生徒の在籍数が500名を超えたことや、当時の反日運動とも重なって、日本人学校の違い封権的な存在が問題になったことから、正規の学校設立が急務となり、在台日本国大使館が、大国日本人会を設置者として、許可を試みたが、外国人法人が学校を設置することはできなかった。 このため、戦後復活した非対友好、親善、協力団体である、対比協会が、母体となり学校設置を申請。1974年7月24日に、大国私立学校法、第20条1項の適用により、大国政府から正式に、義務教育学校として、許可を得、名称を、対比、協会学校とし、母国語による教育を認める数少ない。 特定学校として認定された。1986年、理事会制となり、初代理事長に、西野淳次郎運営委員長が就任した。近年、中学部では、国際理解教育が行われており、在下や JBIC の協力のもと、非対関係を学習したり、日本の演尺官による事業を見学するなど、国際人になるための学習が行われている。 2006年度からは、日本人学校の中では、珍しい職場訪問学習を開始。数グループに分かれ保護者の勤務先に訪問し、説明会や職場体験などが行われる。明るく仲良くたくましく高渉高果児童生徒の増加により、増改築が繰り返され、日本人学校の中でもトップクラスの広さ。50メートルプール、交番や警備員室もある。 クラスの数名は中学入試を受けるが大半の生徒は中学部へ進級する。学年の大半の生徒が日本の国公立高校や私立高校に進学する。学力は非常に高く進む学校に進学するものが多い。それ以外の生徒は現地の高校やインターナショナルスクール、私立在外教育施設の日本語高校へ進学する。2008年に バンコク都内に開港した女水館バンコクに進学する。生徒もいる行き先は、タイ中部のチャーム。キャンプファイヤーや砂の造形大会も行われる。遠泳の距離は500メートルでみんなで泳ぎます。行き先は、タイ北部、チェンマイ。歴史的寺院を訪れたり、ゾウトレッキング、ナイトバザールでの買い物、現地コーとの交流会などが行われる。 年に一度実施される現地の学校との交流会。イ語や英会話の学習の成果を生かす機会でもある。学年別クラス対抗で行う。長期間、休み時間返上で練習をするクラスが多く、完成度は非常に高い。学校最大の行事で来場者は8000人以上にも上る。生徒数増加のため2013年度より小中分かれての実施となり、 中学部は体育祭として第2位グラウンドで実施される。小学部の色分けは紅白だけで学校が2つに割れる。中学部は赤、青、黄、緑の4色に分かれる。伝統として応援合戦や棒倒し、騎馬戦が行われる。2012年度から行き先がシンガポールに変更され、現地大学生との交流やグループ活動。 平和学習などを行っている。2013年度より日程が3泊4日に変更。2012年度以前は行き先がタイ北部ス台北仏交代とチェンマイであった。世界遺産を訪れたり、現地校との交流会、増病院などを訪れていた。入学式や卒業式、運動会では、君がよとともに太陽国の国王参加が成唱される。 中別で、小学部は主にクラス10、中学部は、クラス劇や発表などが行われていたが、2007年度に、廃止された。なお、復活を望む、児童生徒が多い。大国私立学校のため、全校の児童、生徒が週1時間対後を、必修科目として学習している。児童の増加により、各学年の学級数が、最低級クラス、最高で15クラスある。 休み時間は中休みと昼休みがあり、グラウンドで、スポーツ、図書館で読書をしたりしている。中休みは2時間目と3時間目の間に20分間、昼休みはお昼ご飯と掃除の時間との間に20分間存在する。衛生上の問題から給食はなく、弁当を持参する。学用品は、校内の購買で購入可能。なお、 シャープペンシルは使用禁止とされている。授業時間は45分。週2回の英会話の授業がある。1から4年生までは担任の教師がほとんどの授業を行うが、5、6年生では専門の教師が授業ごとに担当制となり、5年生では特定の授業ごとに、6年生では毎授業ごとに先生が交代する。家庭科、音楽、図工の授業では、 それぞれの授業において担当する教師がいる。校則はなく日本の中学校と比べ自由で、個人の自主性が尊重されている。休み時間は、グラウンドや体育館で、サッカーやバスケットボール、バレーボール、テニス、卓球と多岐にわたる。教室で雑談を楽しむ生徒もいる。服装は指定されていないが、基本的に白のワイシャツに、黒のズボンスカート。 転入生は全在学していた学校の制服を着用している。授業時間は50分。午前4時間、昼食、掃除、昼休み、午後2時間。定期テストは1、3学期にそれぞれ1回、2学期に2回行われるほか、実力テストや習慣テストなどがある。定期テストの難易度は、教科書のレベルとさほど変わりはないが、応用問題の量が多く、 日本から赴任してきた教諭が日本の中学校と同じレベルの問題を出したところ日本の中学校より平均点が高く次のテストから問題を難しくしたというエピソードがある部活動はなく個人の意思でサークルへ参加する定期テスト1週間前には全面活動休止警備員警察官が常駐し交番が正門前に設置されている 学校の周囲には鉄製フェンス、校内には監視カメラなどが設置されている。在校生は入校時に手続きする必要はないが、保護者や外来者の入校の際には身分証明書の提示が求められ、容易に入校することはできない。不審者侵入訓練、一斉下校訓練などを定期的に行うなど、常に安全に配慮している。治安問題や、 交通事情を考慮した安全対策として、ほとんどの児童生徒がバスで通学している。マンション及び自宅玄関発着、女性の添乗員が同乗することから、保護者の信頼を得ている。現地バス会社に委託されており、バスが赤、黒、白というカラーリングから一目で学校のものとわかる。曜日ごとに、バスのルートはそれぞれ異なり、児童生徒は、 バスパスと呼ばれるタグをカバンにつけ自分の乗るべきバスを探す。金曜日は全自動生徒が5時間目で終了するため、自動生徒は往路と同じである J バスと呼ばれる形のバスに乗る。一斉下校時には100台近くのバスが稼働するため、自動生徒が指定されたバスに乗車したかを確認するのに時間がかかり、出発時間が遅れることもある。 バスが学校を出発する際には天候に関わりなく、ゲート付近で教諭が手を振って、児童生徒を見送る。バス通学以外の児童生徒は、親の送り迎えや徒歩で通学し、教師や児童生徒間では、通学方法自体を指して、自家用と呼ばれることがある。戦前万国日本尋常小学校、万国日本国民学校時、括弧内は就任した年、渡辺文とは、 渡辺文人が正しい。戦後在対日本国大使館付属日本語講習会、在対日本国大使館付属日本人小学校、在対日本国大使館付属日本人学校、対比、教会学校時。括弧内は就任した年。ABCDEF4 自動生徒数の経過公式サイト、学校案内、学校概要 AB1 ステータス。 設置期間投稿式サイト、学校案内、学校概要、住所、電話公式サイト、お問い合わせ、地図オンラインアクセス、ノーオンラインアクセス。ありがとうございます。